はい、まあ、あの修理も完全に終わりまして、はい、今度は渡郷さんとお掃除。あのですね、松正です。復活松田正彦ですよ。ね、正しい洗車シリーズパート2、改訂版、本当に正しい洗車シリーズですね。これから正しい洗車シリーズ、あのせっかくね ST がね生まれ変わって蘇ってきましたので、ここでですね、やっぱり音はよきれいにしてやろうじゃないかと、いうことでいいですね。はい、いいですね、はい、頑張りますよ今日も。あの全然大丈夫って、はい、あのこれもう洗うぞさっさと、ちょっとさっさとでこけこけてるやないか。ちょっと洗うで、相変わらずそんでもない。なこれあのいいのか。うんうん、こんなんいつもこんなん。いやちょっと豪快にやるな。洗剤なんでこけてん。え、ほんまにこれでこんなんでええんか。あかん、どうしても納得できん、これだけは。今までの納得いかないシリーズのこのな、これや、こんなバンク角のやつはおらんな。これはすごいバンク角や。まさかね、あのね、またこうさん、あの寝たかと思ったら本当なんですね。あのネタじゃなくてほんまにこうやって洗うんですね。でこれは正しいやり方なんですね。インジェクションやからガソリンも漏れへんし。あ、なるほど、そういうことか。あ、じゃあその誰かをその笑かそうとしてやってるんじゃなくて、要はほんまにインジェクションやからオーバーフローがないから。オーバーフローなんもない。これはここだけ。でもここは漏れてない。ガソリン減ってるから。あ、じゃあこれいいんや。え？論理的。あれプラスないんけ。科学的。これから今度できるやろ、綺麗に。こんなめっちゃピカピカになる。え、これから俺もこれせなのか。そうこれするこれ当たり前こんな。タンク待たれへんから、ハンドルでも持ち上げ。でも言われてみたらなんか支えられてるような気がしますね。なんとね、ね、グリップエンドとステップでね、実はいけてるんですよ。この単車が、こけてもね、潰れない理由っていうのはどうもこれのようですね。どこにも当たらないという。え、これそれスーパーカブ前出すわ。水ガーって出る。あれそう出る場合があるの。そうやけど、あ、このクがあれか。そうどれエストレアも。えエストレア全部つけようやん。咳が。あのね、僕ね今日泊まり明けなんですよ。あんまりねこの刺激物を見せないでほしいんですよね。これなんか転倒したシーンみたいな。70年代あのバイクアクション刑事門のこけ方みたいな感じですねこれね。ああああ、そうそう、それ新調してん俺。え、ノズルよ。あ、新調した。おお、クソ高かったけど、割れるからメタルのやつにしてん。あ、ほんま。おお、あんなもんな。うん、もういいか。うわ、めっちゃ綺麗になるでけ、いっぱいとこ見つけ。どれ否定できないね。つまり普段通常では絶対に手の届かないところに手が今届いてるわけですね。じゃあ君もその辺を待ちなさい、うん、めっちゃ汚いな。めっちゃ汚い。あのエンジンを洗うって感じですねこれ結局。そうそう、あとはもう立ってでも洗えるんだよな。あのや、このや、あの単車寝かすっちゅうこの画期的なやり方や、なんか別のものになんか応用できへんやろか。え、例えばなんかこうチェーンに油引くときに。ああ、動こっかいの。ちょっとわかんな。このこんなんも見えるやんか。あ、フェンダーの裏。フェンダーの裏なんか怖いな。だけど俺これガタンとこけそうでめっちゃ怖いねんけどな。大丈夫でしょうねこれ。ガタンってなったらまたハンドル変えばいい。そういう問題。もう一刻も早く終わってほしいよこの時間。
な早終わらせるともう今笑えばいいよ誰が撮んねんこれこんな貴重な俺こんな二度とせえへんねんからもう ここで撮影しとかんとお前しょうがないでこれ確かにやっぱりあれやなあなるほどうわこれでいいのかお 俺ちょっと蹴ろかこれいくで、うん、あめっちゃいいなるほど僕のキックでこのキックしたらバイク倒れるぞああやべやあ俺の大事なそんな間違いないよ 100% やん何でも俺間違いあれやで俺映ってまうやで今でいいこれが正解やこれを 100% と言い切るんですか 100% やもんトライアルも全部飛んでん俺でもね言わせてもらうとね20年以上ねバイク雑誌見てますよ免許取ってない時から、うんうん、こういう風にして洗えっていうね先生はいなかったですよこれトライアルの人みんなやでそうなの、ね、うんあそうそうトライアルの人やろえ、うん普通のこんなロードバイクの人こんなことしてないでしょ多分あのパンペラーさんもやってるよガチもパンペラーさんもパンペラーさんパンペラーさんあの人はやってるわ、うん、あの人なら納得できるね、うん、すごいなケータのまこれね加減が難しいねこれ絞れるんちゃうか絞られるそこやないねあの手の加減やねあ、そうね、うん、いいよあ楽しいなあやっとあの普通の世界に戻ってきたわこれが普通の世界ですよえあのね、いろんなね、本で俺は読んで知ってるんですよオートバイは減速部品に水がかからないように、うん、上から下に洗うのが基本って書いてましたよあそうなの、うん、だから確かに読みましたでも日本製なんて特に強いですよ関係ない関係ない、まあ、その発想転換してですねそうそう、まあ、そこから上にやってましたけどねそうそうそうあのバリも取ったっけやねその香る内のバリ、うん、削りた何で削ったらいいのえ水でジャーッと飛ばしたっけや香る内のなんかめっちゃ綺麗になったなめっちゃ綺麗すっげえおーこの時期見てこれここに雨が来てもほら油系ややこしいめんどくさいやつはこのパースクリーラーでそれなんとかこの勝負をかけるかないところはいはい一番は大丈夫にしていくんでしょう見てるのこれじゃあなんかもうなんかジェットのうわなんかスプロケこんなに早く洗ったの初めてやなあ俺なんかウエスでや地道にこう真面目にやってたけど要は銭の力でそのパースクリーナーで吹き飛ばせってことですか豪快にやれとそう綺麗にさこれが今のやり方ですか。そうそう今のあ、ここも汚いな。あそこも多分やってみたいかい。いや。そうやね。あのや、まっちゃんならわかるけど、ケー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 ってケーってなんやねんって感じ。まあ実はね、僕はあのあだ名がミスター K っていうね、ドクター K っていうあだ名だったんですね。でね。エンジンの下の方落ちたってやん。あ、なるほどな。見てください。このギアのとこ、どれどれどれ、ギアのとこ自分のバイクどうか見て、あ、分かった。 ST に乗ってる女子の人にあの訴えかけるわけですね。そうそう、なるほど。汚れてるのやっぱりあんな風にならない。あ、こういう風にね、愛車をやってください。まあ、僕も反省しました。これが本当の正しい洗車の方法なんですね。そうそうそう。いや、最初はね、ありえないと思ってましたけど、実際この綺麗になった姿を見たらですね、一応反論の言葉をもう失ったってことでね。しかしかっちょいいよなこのカウル。取っとかないね、このせっかく美しく復活したんですから。で今、あ、水分拭き取らなあかんかった。ああ、忘れてた。この、ね、風防があるっしょ。風が前からビューと来て、はい、俺ヘッチンかぶってるでしょ。こんな感じでこうですよね。風がピューっと上を通っていく、あの設定なんですね。おお、燃費いいね。うんうんうん、何を、はい、チーズ。
動画で動画切り取り。なぜあのね、まあ、昨日ねこれ大騒ぎしてね、まあ、これ洗車したんですけど、はい、まあ、今日はねあの隣のあの帰国子女あのジョナさんも来てくれてるんですけれどもね、はい、はい、どうぞどうぞこちらにどうぞこちらにどうぞカモンミスターこれですよ。いつもね僕らが大騒ぎしてる時にねジョナさんは結構迷惑してやると思うんですけど、はい、まあね俺たちこうやってね騒いでる時はねこれも諦めてもらわないとしょうがない、はい、静かにしろ言われて静かにできるわけない、ね、俺たちお前突き進むのが突き進んでしまいますのでね、本当にね本当にご近所に迷惑をかけてる誠に申し訳ないなんか今回もねしかしこれ単車綺麗になりましたよね、うん、これうん、すごい斬新なちょっと待ってこのシーン見てへん見てないかこれもちゃんと窓から見ててくださいよこのやばいシーンをこれで分かりましたでしょ。単車を洗う時はですね、はい、ST の場合は床にこかして洗えと洗えと、ほんであれネタかなと思ったらマジでそうできるっていうことが判明しましたのでね、あ、うんうん、なんかプロの洗車とかでも、うん、倒して、うん、洗えとは見たことない、うん、言ってんのは見たことない見たことない。でも本当に目から鱗でねしょうもない常識にとらわれてたら飽きませんね、はい、やっぱダメですみたいな、やっぱあいつはやっぱすごいですよ、あれをやってみようと思って実際笑ってばっかりやなで実際ねもう過去ないぐらいめちゃめちゃ綺麗になりましたからね、はい、これ ST 乗ってる人はまあ、見たらマフラーの内側にほんまに倒してやってください。これほんまに綺麗になりますんで見てください。これ次回はねこの生まれ変わった ST で、はい、あ終わり終わり終わりもうこれもうポジション完璧でね走りが鋭くなりましたんでね、はい、もう史上最高 ST ね、いいいいって言ってたけどね、今までいい言ってただけです。今回は惚れました。これはマジで英単車これは、うん、てか今回俺らさ、うん、笑いながらグダグダ喋っただけやなほんまに。まあそれは毎回なんだからこれはいいんです。しかし次のキャンプツーリングはこれは期待できるんじゃないですか、うん、期待できないけどね俺は期待しますよ。自分を信じる。どうですかこれ、うん、